アルフレッドタイソーはイギリス・ランカシャー出身の陸上競技選手。1900年パリオリンピックの金メダリストである。タイソーは農場で働きながら陸上のクラブで練習を重ねていた。1896年に地元の競技会で1000ヤード層と1マイルに出場し優勝を飾る。彼はその活躍を見た別のクラブチームから移籍するよう説得され、 1897年にクラブを移籍した。ダイソーは移籍して1年経たないうちにトリプル A 選手権の1マイルと10マイルを制し、クラブを英国のクロスカントリー選手権で優勝させるまでになる。ダイソーは1900年パリオリンピックに出場する。ほんの2週間前に800ヤードで1分57秒8の世界記録を樹立していた。ダイソーは 800メートルの優勝候補と目されていた。オリンピックの決勝ではアメリカのジョン・クリーガンに約3ヤードの差をつけ余裕の勝利を飾る。さらに体操は5000メートル団体にも出場し、イギリスの金メダル獲得に貢献した。しかし、パリオリンピックが体操にとって最後のシーズンとなる。1901年に彼は胸膜炎にかかり、 その年の10月にわずか27歳でこの世を去ることとなった。ありがとうございます。